こんにちは、まあ、今回ね、公務員の闇ということでお話ししましょうか。まあ、吉谷さんもちょっとね、裏話とかあると思います。警察官の方がどうこうみたいなねで。私の場合はね、今回ね、JR の職員さん。まあ、これは正確に言うと公務員さんではないんですけども、かなり公共性の高い仕事ですよね。で、JR のどことは言いませんけども、職員さんが私の即課塾に入塾してきて、いろいろとね、その業務の闇とかね、癒着とかね、語ってくれるんですよ。でそれを 放送すればいいんじゃないですかって言ったんですけども、でもなんかでバレたらやばいからっていうことで、どうも二の足を踏んでるんですよ。でも二の足を踏んでる限り、そのネタ私が放送しますよってことになっちゃうんですよね。だからガーシーじゃないですけどもね、暴露系 JR 現役職員とかね、うん。で、退職したらますます暴露ができるからいいじゃないかと思うんですけどもね。それからね、警察の方もそうですけども、あの、なんかその、日本全国つつ裏裏警察官である限り、 非合法な仕事に手を染めてるらしいんでですすよそれが裏金作りです具体的に言うと架空の領収書をたくさん作ることがノルマ化されていてそれを書かないとまあ結構ねいじめられるとかね出世に響くとからしいんですよ。不正をして賞賛されるんですよね。不正をしないって決めたら出世できないんですよ。でこれねどのようにして警察の予算を経費を膨らませるかっていうことを 警察官二十数万人が総動員ででで、やってるんですよで。このことを告発した当時の警察本部長の結構ねキャリアの方が実はねこんな制度はもうこれからの時代にそぐわしくないとこれを告発するぞっつって告発しようと思ったその数時間前に強制連行されて逮捕されてそのまま収監されて一年半服役したらしいんですよねうん、まあ、こんなこともあるんですよ だからねね腐、まあ、腐っっててる部分は相当腐ってますよ、ね、でも腐ってようと腐ってもタイって言葉がありますけどもあれを私なりに解釈すると腐ってしまってもそれはタイとして立派に泳いでるわけだから一部の不正に目をつぶってね全体がうまくいくんだったらそれはそれで仕方がないよねってことなんですよ。冷静に考えて警察がどんな不正をしてね公金を横領しようとそれは財政出動と、まあ、紙一重なんですよね。 つまりは不正な手段で警察官がお金を得てもそれによって民間に対して消費できる金額が増えるんだったらまあこれはもう仕方がないのかなと。うん、だからね何もかもね正しくやっていくっていうのは確かに理想なんですけども不正が横行して黙認されてる限りはそれを追認しなければ立ち行かない社会っていうのもあるんだなっていうところですよね。 まあこんな闇の話山ほどあるんでなんかでねまた話していきたいと思いますけどもでもね結構これやるとね広告が止まったりとかするんですよね、まあ、ですんで表現の場はね考えないといけないかなというところでございますじゃ、はい、は今回は警察の闇ね公務員の闇についてちょっとちょっとだけお話してみました 吉谷さんも感じてましたか。まあでも前回の動画でも言ってましたけど、吉谷さんね、ビジネスで一定のレベルを超えて活動がすると、世の中の見方とか自分の気持ちってだいぶ変わりますよね。なんか100歩譲れるようになるっていうかね。うん、なんかその愚かな議論に巻き込まれずに済むというか、あの負けれるときは負けておこうかなと思います。口論はね。で、負けても真実変わらないんで、言いかされたけど稼いでますっていいんじゃないかなと思いますよね。<laughs> 言ってらっしゃい。